皆さんお元気でしょうかう昨日の夜、えー、なんかいろいろしてて <laughs> まあしてたというかいろいろ情報あったりとかしてその後と、えー、生徒会にも穴るがんか見たくなったんで思ってるやつを全部読,んで読もうとしてたらいつの間私の、えー、意識はとら、えー、われていましたどうも堂巻ですはい。 昨日なんかコンパスとかっっててなないいよね多分やとと思うとりあえずね、えー、白猫新しいやつ、えー、グランドクラスチェーンマスターと,あとこちらの5人ですねもう全員来るとの,のことでで姫島さんがもらえるらしいんで、まあ、そこはありがたいですねはい正直これで再起できるかって言われたらちょっと厳しいと思うんでまあうん ね、だからやっぱそ、その火力のインフレスーからやっぱ多分こうやって配布になったんだと思うけど、多分最強は、うん、まあ品津川とかじゃないかなって思うんで、うん。いやーまあ、うん。ちょっと、<laughs> まあ、まあ、なんとかね。まあね、なんとかやってほしいですね。はい。え、で今日、あ、今日じゃねえわ、これ。うん。明日ですね。明日、あって、これ書いてこ明日ピノコに、2.2。 たー。よし。っていうことで、えー、ダウンロード後でします。<laughs> 12ギガらしいんで、ちょっと事前だと無理だから、ちょっと後々します。で、怪獣8号をなんかね、見てたんですよね、アニメ。えっと、一応漫画の方はちょっと見てたから、まあね、キャラクターの、なんだっけ、ビジュアルとかのやつで、あ、ちょっとやばいかなって思って、ちょっと怖かったんだけど、一応アニメ見たんだけど、いや、ええー、やんって感じでした。戦闘シーンは。 なんかちょっと他のところ戦闘シーンいいんだけどなんか他のところなんかちょっと顔の凹凸具合っていうのがなんかちょっと薄い感じがしてちょっと <laughs> うんって思ったけどでも戦闘シーンはねすごい本当にしっかりやってたんでねマジでねまあいい,い,いとは思いますかなりまあ、これからねまたアニメなかなかやっていくと思います今5話ぐらいだからあとはなんか何話かやっていくと思うんだけどまあそこでね期待をね期待をってか。 まあ、どんな風になっていくのかわかんないけどもとりあえずでもまあ不人気な技は聞かないから、えー、いいと思いますってことで終わろうかなはい。おやすみー